ナーにも興味持っていただくため、もう一個ぐらいなんかノウハウはないですか、ね、ノウハウノウハウ、うん、うん、こんな技でええんかな、まあまあまあ、誰かの役には立つと思うんで、はい、チャンネルを登録者数をいち早く獲得したいチャンネル運営開始時に、うん、チャンネル登録者数登録率を、うん、ザクッと、うん、バクッと上げる小技ですね、ちょい技ですね、お伝えしたいと思います、うん、チャンネル登録者数がね増えるってことはね、 YouTube 側が明確にクリエイターのランク付けをしていることからも分かるようにめちゃめちゃ大事です、うんはい、どれぐらい大事かっていうと、はい、まあ、YouTube やる上で一番大事ぐらい大事です、うん、すごい大事、そのぐらいまあ大事です、うんうん、いろいろあっても YouTube の、 その登録者が増えるってことは、はい、大事です。まあね、数ある動画の中でも例えば上位に、うん、検索上位に表示されるようになったりとか、うん、他のチャンネル の、 あの関連動画にも表示されやすくなります、うん、なるほど、つまりアクセスが増えるんですよね、うん、でさらに登録者数が増えていくっていうようないい循環が起こりだすんですよね、はい、まあ、ちょっとだけ補足っていうかしていくと、うん、要は、うん、チャンネル順位、あ、チャンネルパワーが上がると、まあ、例えばですよ、投資って YouTube 検索したときに上に上がりやすく、うん、出やすくなる。そうです。例えば、神尾 TV が、まあ、前年登録者数がいながら100人ぐらいの時あったら、1ページ目に出なかったけど、うん、1万人超えたら、例えば1ページに現れるようになった。そうです。より見てもらえる。うん、そんなイメージですかね。そんなイメージでいいです。はい、で、あと関連動画に表示されるっていうのは、例えば投資、他の人の投資のチャンネル、YouTube 見てて、うん、その横にずーって他の人の動画が出るときに、神尾 TV が出るってことですね。そうです。昔は、例えば、それこそ、チャンネル登録者数が100人ぐらいだったときは出なかった。出なかった。YouTube を全然大事にしてくれなかったけど、そうです。1万人超えて、あ、超えてきたんかと。うん、じゃあ、もしかしたら言い慣れてるかもしれない。じゃあ、関連、誰かの関連動画を出しておいたろうと。そうです。そしたら、その、関連動画で見てくれる人がすごい増えるから、うん、見てくれる人が出るから、またアクセスが増えていく。そうなんですよ。うん、つまり、チャンネルパワーが増えないと見てもらえないし、うん、でもチャンネルパワーがないうちはあまり見てもらえないし、そうです、うんうん、難しいところですね。もう最初はだから自利品に陥るわけですね、うん、はい、その時期にもうチャンネル登録者数を増やせる技っていうことですね、うんうん、まあ神尾さんも言っていただいたように当たり前ですけれども、うん、まあ、誰にも見てもらえなかったらですね、ブランディングもその先のマネタイズも不可能なわけですよ、うん、はい、でまあ、ちょい技です、内容ですけれども、うん、普通のチャンネルの URL のアドレスは、うん、神尾 TV ならこうなります。はい。はい。http://www.youtube.com チャンネルの、あとユーザー名ですね。はい。これが神尾 TV のユーザー名になります、うん。で、こちらから動画をご覧くださいみたいな感じで自分のブログに書いたりして、うん、その YouTube チャンネルに移動してもらう、はい、誘導するっていうのが普通なんですけれども、うん、はい、長いので、まあ、チャンネルの短縮 URL をね、取得して、はい、チャンネル登録はこちら、うん、こんな感じになります。こんな感じになりますね。はい、うん、短い。で、ここに、うん、チャンネル未登録者の方がアクセスすると、こういう画面になります。ほう。はい。神尾TV とはこういうチャンネルです。っていうやつね。うん、で、あと、動画が並んでるっていうような状態になります。はい、で、普通の人が、ここにチャンネルにアクセスしてきたときに、うん、チャンネル登録からまず右上ね、うん、チャンネル登録からクリックするっていう人は少ないと思うんですけど、うん、はい、まずこのチャンネル全体とか、うん、勝手にこの動画って流れるんですよね、チャンネル未登録者が、はい、でそれ見てからチャンネル登録するならするし、うん、まあまあ忘れちゃうかもしれない、はいはい、そういう状況が生まれると思います。そうですね、普通大体そうですね、うん、でこの URL のですね、うん、後ろにこれです、ハテナサブアンダーバー、うん、コンファメーションイコール1をつけるだけで、うん、チャンネル登録をしてくれる人の確率がぐーんと上がります。え、なんかもうすごいこと言ってるじゃん。え、そうなの、うん、知らなかった。あかんやん、これ。ピーやん、全部。ピーね。あかんの。お、無料でいいこと言った。もうやめとこうか。え、これ聞きたい。聞きたい、聞きたい。はいはい。じゃあご説明していきましょう、はい、先ほどのこのサブから始まる文字列をつけると、うん、リンクを教えてくれた人が、はい、リンクをね、辿ってきてくれた人がアクセスしたときにこんな表示になるんです、
神尾 TV だったらこういう、うん、これですね、うん、はい、これも自然になってると思ってたでしょ、神尾さん、僕が仕込んでるから、うん、そういうのもんだと思ったよ、違いますあれ他の人なれへんなと思ったもん、うん、これは僕が仕込んでるんですよ、あら、神尾さんに URL を教えるときに、うん、もう先にそれやってる、もういち、いちいちその確認しとったら、うん、なんかこうなんか言われたらめんどくさいわかりますかね、はい、まあ、チャンネル登録するか、このちっちゃいコマドのペケボタンを押さないと、うんうん、チャンネルの中の動画は見れないんですよ、うん、おー、うん、後ろにこのサブをつけなかった場合ね、うん、アクセスされた時に自動でチャンネルの紹介動画が流れて、うん、人気のアップロードや面白い、うん、そうな動画があるかなと普通は探すと思うんですよね、はい、で動画閲覧後チャンネル登録するか決めるという流れになるんですけれども、はい、うん、これした場合ですね、アクセスされた時にまず登録するかしないかを選んでもらえるっていうことなんですね、うんうん、これすごいの、うん、そうですか、すごい、うん、知らんかった、じゃあこれね、1人2人やって変わんないかもしれないですけども、はい、もしねちょっと長いことを運営してって100人200人、うん、まあ、1000人2000人でアクセスがあった場合、うん、どちらの方がチャンネル登録者が多いかっていうのはもう、はい、うん、自明ですよね、もう明らかです、明らかですよね、うん、だってもう来てもらったとアクセスのあった時に1回聞けるわけです、うん、でもしダメって言われても、うん、またチャンネルで動画見てもらった後に1回チャンネル登録お願いしますということが言えるわけですよね、うん、はいはい、2回も2倍になってるんですよ、この、うん、チャンネル登録してくださいっていう働きかけは、うん、っていうことなんです、まあまあ簡単なことなんで、うん、この紹介するとき、自分のチャンネルを紹介するときは、うん、ぜひこのサブからの文字列を入れていただいて、うん、ブログや Facebook や他 SNS で、うん、この URL を紹介してくださいっていうことですね。神尾 TV なら、この、うん、このサブからの URL つけた後に短縮 URL もちろん発行することできますんで、うん、それ発行してたら、なんかなかったらしいなとか、変な URL やなとか思われないし。まあ、神尾 TV ならこれになりますと、まあ、ぜひこのちょい技使ってみてくださいということです。だいぶ変わると思いますよ、いやかなり変わるでしょ、うん、ね、うん、1.6 倍ぐらいにはなるんじゃない、うん、いやもうそれぐらいになると思う、普通に、うん、やったいいこと言った、うん、大技ですよ、ね、大技じゃない、ほんま、うん、小枝ぐらいに持ててくる、いやってことは、うん、この 本編というかセミナーではもっとすごいこと教えてもらうと、ね、うん、あ、そりゃそうですよ、うん、そりゃそうですよ、そりゃそうです、これが大技って言われるんやったら、そっか、じゃあ小技だセミナーすごいもっとね、これが小技って言われるんやったら、セミナーはどうなんねんって思っちゃったな、お、でも僕らからしたらすごいよね、うん、ああそう、うん、やっぱりね、僕結構まあ言ったら、うん、専門的になっていってるんで、うん、なんかオタッキーになっていってるんですよね、うん、こんなんすごないわって思っちゃうんですよ、自分の知ってることって、多分だからそういう癖があるから、うん、まあ、もっといろいろ聞きたいですか、うんうん、続きはでもセミナー、ああそうしましょうかセミナーいかんと、まあまあ、あのちょっと僕が小技やなと思うようなことは、まあ、また出していきます、ああそうですね、はい、うんうん、っていう感じですね、はい、うん、で全体像に戻りましょうかね、そうですね、戻りましょう、ちょっと僕もう何を喋ってるか分かんないんだけど全体像ちゃんと喋れてるのか、いやちょっと僕も聞いてて、うん、あの七藤さんも疲れてるなっていうのは分かります何時間喋っとんねんこの全体像に入ったあたりが七藤さんが何喋ってるかよく分かんないんですか、ぼーっとしてきたっていうねでもなんか今ならノウハウが出てきそうだねノウハウはイエスみたいな、この神尾 TV では語れない神尾寮が30億円以上稼いだもっと深い秘密をメルマガで公開しています。株や FX、ビジネス、自己啓発や潜在意識など全てのノウハウです。もちろん完全に無料ですので、ぜひあなたも今すぐ神尾寮オフィシャルメルマガにご登録ください。また Facebook や Twitter もやっています。動画の下にある説明欄からぜひフォローしてください。